ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。ジ・オーラル・シガレッツ、ボーカル山中拓也と、ドラム中西真生です。はい、関西版ですって。はい、関西版。ピアお世話になってるって。ピアはめちゃくちゃお世話になってるよ。うん、まあ、チケットもいつも申し込んでますから、僕は。ピア先行にいつも。まあですね、はい、でまあここね、ピア関西版ということでね、今ピア関西版の人も来てくれてるんですけどね、はい、ずっとね、なんかね、もうお笑いですよね。本当にね。お笑い取ってきますよ、この人たち、ね。求められてるんですよ、お笑い。求められてるんで、ボケなあかんみたいな空気感出るんで嫌なんですよね。はい、この度ですね、ジ・オーラル・シガレッツはですね、はい、10月25日にニューシングル、イエローをリリースしました。はい、ありがとうございます。この曲は、うん、マイホームヒーローという、ドラマの主題歌になっております、はい、ぜひチェックしていただきたいなと、うん、ドラマと一緒に聴くとね、はい、なおいいと思いますので、ね、いつどのシーンにも合いますからね、この曲は、はい、あとなんか俺思ったんやけど、うん、あんまさ TikTok みたいなことしやんかったよ、うんうんうん、あの曲動画に曲載せる、ああるある、あの高等的に、はいはいはい、あれもしやんかったんやけど、うん、イエローはなんか載せたくなるね。でも何でもいいものなるから、何でもいいあれ載せたら何でもいいものなるから。ただ笑ってる顔に乗せてもいいものになると思います、うん、はい、ぜひ使ってみてください、はい、よろしくお願いします、またですね、2024年2月13日14日に、はい、ZEPP 大阪ベイサイドでライブを行います、はい、13日が FC 限定ライブ、はい、で14日は対バンありで一般も応募できるライブとなっておりますので、はい、うん、ぜひ皆さん駆けつけてください、よろしくお願いします。ファンクラブ限定もね、うん、あのみんな入ってくれたら嬉しいなと思いますね。ファンクラブでしか見えへんから、ほんまに。これは他ではやってないから、やってないから、ほんまに、うん、あのファンクラブ入った方がいいよ。お願いします。以上、ジ・オーラル・シガレッツでした。バイバイ。